皆さんこんにちは、マイチャンネルのマイです。 USJ のジョーズのアトラクションやロンバーズランディングレストランに行った時に、このような額縁が壁にかかっていました。調べたところ、ノットボードというものでした。お値段が結構するので、自分で作ろうと思います。材料はほとんどダイソーで揃います。もやい結びができました。このようにいろいろな結び方を作っていきます。小型船舶免許を取得するときに覚えたロープワークしか覚えていないので、サイズは小さめにしたいと思います。後ろのパネルに黒貝用紙を貼り付けました。ロープ分の厚みがあるので額縁を二重に重ねて貼ります。作るのに夢中になってしまい、撮影するのを忘れてしまいました。ステアリングホイールやアンカーなどは中国のショッピングサイトアリエクスプレスで購入しました。結構ノットボードっぽくなったと思います。マイチャンネルでは主に旅行関係の動画を配信しております。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。